両親の死んだ理由を知りたいか。知りたければ俺についてこい。お前を忍びにしてやる。村雲、夜桜、実り。
ここが比率蛇女子学園。半蔵によって一度は潰された悪人養成学校ですか。何用だ。あなたは蛇女子学園3年ミヤ。どうやら迷い込んできたわけではなさそうだな。私は月仙女学館のユミ。今日は学園祭を申し込みに来ました。面白い。その申し出受けてたと。新たに生まれ変わった蛇女の力を思い知るがいい。いいえ、思い知るのはあなたの方です。真の仙人の力というものをたっやれるものならやってみろ。料理出番だ。了解。村雲さん、お願いします。承知。ぎゅっ。村雲が料理の相手ですか。久しいな料理。この相変わらず神器臭いお面かぶっちゃって。ちゃんと洗ってるんですか。それ月仙を捨てただけではなく悪人にまで身を落とすとは。村雲には関係ないじゃないですか。劉備には劉備の目的があるんです。どのような目的にせよ悪人は滅するの。はあ、もういい加減うんざりなんですけど。悪人は滅する、悪人は滅するって。あなたたちは口を開けばそればっか。そもそもあなたたちは悪人の何を知ってるの。それはどうした。え、悪は正しくない、悪は間違っている。それ以上の理由など必要なければ興味もない。だから悪は切り捨てるのみ。村雲、人工、夢。任務開始。終わりだ。力が満ち、百連戦突破。終わりだ。終わりだ。はっ、力が満ちて200連戦突破。終わりだ。行くぞ。終わりだ。悪くない。
わかったか。正義は勝つということだ。とどめの前に一言だけいい？いい。善も悪も経験した両備にはわかる。どちらもそんなに変わりがないこと。貴様まだそんなことを言うか。善人と悪人、どちらの忍びも己の心に従って命を懸けている。違っているのは互いの立場だけ。善と悪の戦いは避けられない。それは両備にも分かってる。でもだからこそ戦う相手のことを知ろうとする気持ちを。もういい。あまりにくだらない話でとどめを刺す気が失せた。我はこれで失礼する。仕方ないですよね。ひらめいた。